彼女の名前は夏川愛香。俺は彼女に惚れている。待てよ愛香、待ってください。そんなぶっきらぼうにしなくても。こんなにしつこくなかったらそうなってるわよ。いつか彼女と交際ができることを夢見て、日頃から熱烈なアプローチを欠かしていなかった。しつこくつきまとうからそうなるのよ。もう近づかないでよね。またやってる。でもなんだかんだでいいコンビなんじゃない。バカか俺は。全然釣り合ってねえじゃん。今まで散々迷惑かけたからさ、もうつきまとわないって伝えたかったんだよ。あんたって普段はまるで動じないっていうか、だけど最近全然しつこくないし、なんだか聞き分けが良すぎるというか。なんかサジョッチおかしいんだよね。サジョッチはきっと愛知にとって居場所の一人なんじゃないかな。うわー、わたるが女の子連れ込んでる。何年も好きだった子諦めるのはもったいないって。なるほど、君はそう考えるのか。私は君の本音が知りたい。お前ら何かあったの？俺が自分で勝手に熱くなって勝手に冷めただけ。最低。夢見る男子は現実主義者。